魔界を出る正気か兄者、そんな行為を父上が許すと思うのか。誰に許しを請うつもりもねえさ兄者。ゼルドリス、俺にもできたんだ、心底守りてえものだ。最高神の娘との噂は真実だったというわけか。このまま実界の統率者として争いを続ければ、いつか必ずこの手でエリザベスを傷つけることになる。それで魔人族は俺を見捨てるのか兄者。ゼル、ゲルダを連れて俺と来い。勝手に出て行け。俺はもう貴様を兄とは思わん。次に会う時は敵同士だぞ。まったく考えなしに言ったもんさ。ゲルダは闇の住人の吸血鬼だ。恋人の身を思えば魔界にとどまるのが当然の話だよな。バカだよ俺は。俺が出て行ったことであいつは余計に重圧に苦しめられたはずだ。ゲルダの恋人として、実界統率者の代行として、魔人王の息子として。さあゼルドリス、愚かしい兄への恨みを父と共に晴らそうぞ。Ha ha ha.